早速ですが、今日はですね、まあ、いつも私1時間半とか2時間しゃべる中で、100枚ぐらいのスライドを使ったとあちこち話が飛ぶんですけど、今日は時間も限られているので、基本的にここに書いてある内容のみをお話をさせていただきたいと思いますので、まあ、どちらかというとシナリオ通りの話ということで面白くないかもしれませんが、まあ、ぜひお付き合いいただけたらと思います。ちょっと小細工があるんですよ。まあベトナム語も。はい、皆さん、アジアを知ってますか、理解したことありますかということで、中国はちょっと今日は、まあ、話題から外しておいて、東南アジアに行かれたことある方はどれぐらいですか。じゃあベトナム、まあ年々こう増えてきてですね、もうその全員で見たことがあるというふうになりそうですが、ところで四国に行かれたことがあるかと思います。まあ、何が言いたいかというと、本当東の方に来るとですね、四国、私徳島出身なんですね。いろんな話に関係あるんですけど、四国って知ってます？徳島で知ってます？というとですね、まあ、知ってるよと言うんですが、じゃあ4つ県並べてくださいと言うと、なかなか並べられないんですね。まあ、そんなこと言いながら私、3月に東北の栗原市に行ってですね、セミナーしてるときに、すいません、私東北のこと分かりませんと言われて怒られるかと思ったらですね、お前は正直でいいとか言って、まあ、そんな感じがありましたけど、まあ、皆さん結局分かっているようで分かっていないんですということを、まあ、言いたいだけであります。はい、でこれはアジアの地図ですね。まあ、この地図というのは平面にしていると日本もちょっと大きくてアジアに近いですけど、地球で見たらアジアはえらい遠い国ですね。で最近話題のマレーシアの飛行機が消えたのがここですね。でそういうことで、人間、私も家族から周りからよく言われますね、お前は大丈夫かと。で、そのザクッと印象がみんなあるんですね。で、これを四国の話と同じように、まあ、地図をこう向けてみましたということで、まあ、半分以上の方がいらっしゃってるんで、大体分かっておられると思うんですが、まあ、私も正直、20年ぐらいここら辺ぐるぐるしてるんですけど、行けば行くほど分からないことが出てきてですね、まあ、今日のように、ベトナムにどんどん飲み込んできたかなと。で正直私はベトナムが絶対一番と言ってるわけではないです。それを正直言うと東南アジアは全体どこ行っても似てる感覚があって、私51歳で、農家の生まれで、まあ、昔は子供の頃カンボジア難民って言われて汚い格好をして過ごしてたんですよね。まあ、そんな感じの人間にはすごくこの東南アジア全般合うと思います。ですけどなぜベトナムにハマってきたかというとですね、まあ、簡単に言うと友達がたくさん出てきたということです。で友達が出てきたということと、ベトナムも結構深いし、でかいなと。でこれは、まあ、私が20年ぐらいで何ができるか分かりませんが、まあ、手いっぱいかなという正直感があります。まあ、そういうような中で、今日はですね、まあ、ベトナムではあるけれども、その周辺の東南アジアも感じていただきながら、話を進めていきたいなと、まあ、そういうふうに思います。で次ですね、ベトナムで何をしているんですかというのが、私が17年前から3、4年前まで毎回言われました。ベトナムで何をしているんですかと。この響きは分かりますか。タイのバンコクに行って何をしているんですかという話とほぼ一緒ですね。特に、私も家族があって、そういう女性の方々が、あんた遊びに行ってんじゃないのって、バンコクに行く人だと思われますよね。で、ベトナムは分かんないよね。遊びに行ってそうもないし、何をしてるんやろみたいなことで疑心暗鬼で疑われるのでもう10年以上になりましてですね、十数年前に行き出した頃は、まあ、私もこうスーツケース持って帰ってきますよね。家に一応家がありますから、神戸に家があって、そうするとですね、スーツケース持ってこう玄関に入るとうちの家内がですね、そのスーツケースを持っていきなりベランダ直行なんですね。何してるんやって天日干しやと思ってますよね。だからそんな感じでその先入観が思い込みなんですね。まあ、私が不潔だということもありますけど、その清潔な世界にはベトナムって合わないねって、まあ、こんな時期がずっとありました。で今日のような日が来るとは夢にも思ってなくて、ベトナム、まあ、それと私も一応経営をずっとやってますので、銀行さんとか株主さんとかですね、ごく親しい友達以外にはベトナムでやってることをあまり言えなかったですね。言うと危ないやつやあいつはとかですね、融資を引き上げろっていう話になりそうな雰囲気が本当にあったんです。ですから先ほど言いましたリーマンショック後、こういう状態がわずか数年でなるなんて、ああ日本人はなんと乗せられやすいんだろうというのが率直な感じ
ですから今日の話っていうのはベトナム側からここまで見ると別に何も変わってないんですよ。別に日本に向けて特別なことをしてるわけでもないし、でそれは日本が少子高齢化の中でこんな時代を迎えて、ああ困ったなとよく見ていったらベトナムがっていうことで言ってるので、ちょっとジュッとこう水を差したいなっていうのが、まあ、いつまがりの私の性格ですね。皆さんこんにちは。私は今日のコンピューティングを使っていることを知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 っDầu tiên là những cái kinh nghiệm của cái công ty McKinsey của tập đoàn luật của Mỹ rất là lớn được chia sẻ với tổng giám đốc của công ty là ông Fred Burns. まず最初に、そのマッケンジー会社の、あの代表のフレッド・バッケさんの、ベトナムに、アセアンに、投資した時の、経験について、まあ、ちょっとあの皆さんにシェアしたいと思います。Xin chia sẻ ông Fred Burns là người đã soạn thảo và bộ cái hiệp định đầu tư và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 1995, sẽ kỷ niệm 20 năm trong vào cái năm sau 2015. Fred Burns さんはそのアメリカとベトナム間のその投資するあのの上でその手順みたいな本を、作りました。でそれも、最近、あの1995年の時に、作られまして、で最近それも、使われています。ông Fred Burns có phải cái lưu ý đối với một nhà kinh doanh nước ngoài khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng như sau? Để Fred Burns さんがその ASEAN のまあそれと、あの、それからベトナムに、対して投資するときの、経験の主な内容は、これです。例えば、trước khi đầu tư vào một quốc gia nào đó và trong khối ASEAN thì nhà đầu tư phải tìm hiểu xem là cái môi trường kinh doanh ở tại cái địa phương đó cũng như là cái thứ hạng và cái tình hình bối cảnh đầu tư và kinh doanh nước đó nó như thế nào. まず、まあ、どこの国に、にでもその投資する前はその、国の動向、マクロの世界から、その各地方までそのどんな、状況かを、よく調べておくことです。cái tốt nhất là du lịch đến quốc gia đó để nhìn thấy xem dân cư ở đó và doanh nghiệp ở đó kinh doanh ra sao và sinh sống ra sao. まあ一番いいなの、あの、のはその地方に直接観光でも、自分で行って自分の目でその地方にある、国あのあの企業それから地方にの雰囲気を、感じることです。có tất cả là 10 quốc gia trong khối ASEAN thì nhà đầu tư của Nhật phải đi hết 10 cái nước đó để xem rằng các doanh nghiệp và dân cư trong vùng sống như thế nào để mà chọn lựa cái đất nước phù hợp.
ASEAN には、10カ国も含まれるんですね。で、まあ、投資するなら当然その10カ国も行って、自分の企業、自分の理念に一番ふさわしい国を選ぶこともいいと思います。Thứ hai, chúng ta ở ASEAN thì một điểm không được tin là nước Nhật. Thành ra là phải đến xem coi là tình hình hạ tầng cơ sở, điện nước ở bên trong của nó như nó như thế nào, có chấp nhận được không? また、ASEAN は当然日本ほどその発展してないので、まあ、特にそのインフラの方ですね、水とか電気、いろいろが、どんな状況かを、調べておかなければいけないと思います。Xin chào tất cả quý vị. Tôi là Võ Hồng Dũng và tôi làm việc ở Hội Thương mại Công nghiệp Việt Nam trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Minasama, konnichiwa. Watashi wa Zoom desu. Kanto no shōgō daigijō de shigoto shite masu. Kyō wa sono Mekong Delta について ma ano iroiro shōkai shitai to omimasu. Trên hình này đã quý vị đã thấy trưng về sông nước của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, và chúng tôi cũng nói thêm nữa đó là nơi sản xuất lúa gạo và thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Mà この slide で映ってる画像も見てわかるようにそのいろいろその川がありますね。水がとにかく多いところです。で、メコンデルタもそのベトナムの米生産地の、トップの、地域としてもあります。Và cái lai bên cùng bên đây là biểu tượng hợp tác của Nhật với Việt Nam, và ở vùng đồng bằng sông đó là cầu Cần Thơ rất nổi tiếng. このスライドの画像の一番左側にあるその、橋は、そのベトナムと、日本との、その協業、協力のシンボルになってます。từ sau khi xây cầu biến ứng với sự hỗ trợ của chính phủ Úc, thì phải 10 năm sau với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, Việt Nam mới xong được cầu Cần Thơ và nối được toàn bộ cái khu vực đồng bằng sông Long với thành phố Hồ Chí Minh qua sông. この橋の前ですね、他の橋も作られてましたが、それがオーストラリアとベトナムの協力で作ってた橋ですが、その橋ができてから、この橋ができるまでは10年間もかかりましたと。この橋ができたら、その、メコンデルタとホーチミンの、つながりが、その簡単になりました。Đây là cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long nằm trong cái hình nhân màu đỏ đó, nằm phía nam của thành phố Hồ Chí Minh. Mekong Delta là その地図あのの上のその赤い枠の中に入ってますね。Hồ Chí Minh の南西側に位置してます。Nằm tiếp giáp với vùng biển Thái Lan và một phần nữa là cái biển Việt Nam gọi là biển Đông, còn tên quốc tế gọi là Sanxi. こちらの台湾に接してますね。接してますで、まだ東海にも接してます。まあ、đây là cái khu vực của 12 tỉnh và một thành phố của đồng bằng sông Cửu Long với cái dân số khoảng 17.5 triệu và cái diện tích khoảng 40.000 cây số vuông. で、これはそのメコンデルタの、情報ですね。まあ、12省が含まれています。Dân số đồng bằng sông Long chiếm 20% của cả nước và cái phần GDP của chúng tôi cũng chiếm khoảng chừng 19% của cả nước. Mekong Delta và その国の人口の 20% を示してますし、その GDP も 19% を示してます。Và đây là chúng tôi giới thiệu đây là cái vùng mà đã chiếm hết gần một nửa sản lượng nông nghiệp của quốc gia. Để phải.でこのベトナム の, その農業 の,、その生産を、このメコンデルタがその半分ぐらい、を作っているということです。Vào khoảng chừng sức mua nội địa vào khoảng chừng 18% của cả nước, còn về sản lượng công nghiệp thì khu vực chúng tôi ít hơn, chiếm khoảng 10% của cả nước mà thôi. で農業は、まあ、その、花王の農業で、ね、その 18% で工業の生産は 10% とか示してます。Đây là những cái sản phẩm rất đặc trưng của khu vực đồng bằng sông Long. Đầu tiên là lúa gạo, chúng tôi sản xuất khoảng 23 triệu tấn lúa gạo một năm và xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn.
これは、まあ、そのメコンデルタ の, あの一番代表的な、製品ですね。trái cây gồm có cam, quýt, bưởi, xoài, nhãn, rất là nhiều loại trái cây nhiệt đới. Nhưng mà cái hôm đi và ô cô mê tổ, sau đó cứ đa mô nó và đa hiệu tích hiệu. Về thị sản thì có hai loại, một là thị sản nội địa, awa coffee và cái seafood. Sau đó là suy sản vô, sau đó quốc nai đi, đi kêu kêu sử mô nó tổ, sau đó hai gà đi yếu sử sử nó một ít bài tốt cho mắt. Gần đây cái vùng ven biển của đồng bằng sông Long đã có những thi công những công trình về điện gió, cái gì đã thấy hình ảnh đấy. Và tại sao umi joy này, sai kim, sao nó phụ được hạt lên một sự đại thế mà. Một đặc điểm rất là lớn của vùng đồng bằng sông Long là cái khí hậu rất là ôn hòa. Thế mà cái con delta nó siêu mi của chúng ta nó khí hậu là ví dụ như an đây chúng ta mà này, rồi suy ra suy tổng hợp. Và cũng là cửa ngõ trong cái tiểu vùng mà sông Mekong. またそのメコン側 の, その流れ的にもいろいろその運送には便利なところです。みなさんこんにちは。私はベトナムであるロータスグループの、CEO 社長のマリと申します。今日お忙しいところで皆さんわざわざお受けいただきましてありがとうございました。今日の目的ですね、私はベトナムからここに来て、ブレインボックスのセミナーに参加している目的ですね。少しでも、20年間ベトナムと日本の側の貿易商売自分の事業経験少しでも皆さんに少しでも支援できると思って来ました。さっきもちょっと紹介されましたけども、20年以上ベトナムと日本の貿易商売生産のことをやっておりまして、ちょっとずっと前から35歳でストップになっていますけども、年いることを言えませんけどもずっと20年ぐらいやっておりますので、ちょっと少しでもロータスグループのことはちょっと紹介いたします。今ロータスグループですね、事業は4つ目の事業としてやっております。ロータスホテル生産工場、食品工場ですね、レストラン事業とハンバーガー店と非食品と食品の販売店になっております。今ちょっと最近日本の企業すごいベトナムに来られまして、もっと一緒にいろいろことをやりましょうと言われまして、どんどん事業をちょっと広げていきまして、今こういうふうになってますが、まだ実は新しいこともやろうと思ってます。ロータスフォーズですね、20年前にホーチミン市内で、工場を作られまして、今麺の商品はですね、エビカツ加工、付加価値加工品ですね。麺のお客さんは、日霊フォーズ、日霊フレッシュ、日霊スープとあと糸ハムとか、ザルツにエビカツ、魚フライ加工品ですね。麺は日本にエクスポートしております。あと V ロータスホールディングは、食品関係はレストラン事業とか食品卸し会社で麺でやっております。連売の販売代理店の方ですが、これも20年前から、日本から高級子供用品、ライオン先生のおむつとか森永ミルク日本から輸入してベトナムで全国で販売代理店でやっております。で最近一番新しい事業としては、e コマース、インターネット販売スタートしております。まあ本当はもともとすごい小さい会社ですが、2012年の売上は全グループは10億円くらいですが、2013年の売上15億円でした。今からちょっと頑張りまして、5年後に2017年には100億円の事業所と頑張っていきたいと思います。
このロータスミスの商品工場ですが、1999年 の創立されて、最初はですね、糸半分向けにエビカスをスタートして、今、新しい工場を作られまして、麺もっとお客さんも増えまして、エスポートだけじゃなくて、ベトナム国内販売にもちょっと変わっていきたいと思います。今まではやっぱり、高級食品はですね、日本だけ向けではコンセプトしておりましたけども、最近ベトナムにはイオングループとかミニストップとかコンビニストも結構来ましたので、うちもそれエスポートの商品を見ながら、国内販売もちょっと展開したいと思います。今日の最後の講演者でよろしくお願いします。一番喋ってる、中国と申します。よろしくお願いします。皆さん体力大丈夫ですか？ですね、先ほど紹介していただいた内容にちょっと補足します。ついこの間、このブレインワークスの、ベトナムの、にある IT 会社の ICT サービスの、株式会社の代表も、一緒にベトバン の会社の、持ちながら、この会社の代表もちょっと、させていただいています。で、今日の話ですが、このベトバンの、会社で、どのように設立して、どんなことがあって、どのように今に至っているのかを、話して、それで皆さんは多分ベトナムの、事情、IT だけじゃなくてセキュリティとか人事とかいろいろなことを、ご自分で感じていただければと思います。よろしくお願いします。で、まず、話の内容で、ベトバンを、設立して、で、社員を、教育しますと、で、それで、問題がいろいろ発生しましたと。で、さらに問題がまだ発生しました。で、その後の対策と、今後という、順番で、話に参ります。まず、ベトバン の、設立ですが、私は先ほどの紹介したように日本で、計10年間、いましたね。留学で4年、6年、あと日本の企業、神戸製鋼、神戸製鋼は多分、関東では皆さんご存知ですかね。関西では非常に有名ですね。ありがとうございます。そこで、4年ぐらいシステム開発を、しました。で、その後そのベトナムの方の子会社にまた、担当してもらって、で、その会社が後でベトナムから撤退して、で、私もそこから、自分の会社を、作りましたと。で、この会社は、私はその、流れで日本の技術、特にその IT システムを作る技術は、分かって、で、そのベトナムの若さも、分かりますので、それプラス、日越のコネクションも、ある程度持っているので、ぜひこれを形に、したい。日本の、ものをベトナムでも、作れるように、日本とかに、より安い、価格で、売って、ベトナムの若い者、若者にも仕事をあげられるような、ごくシンプルな目的で、この会社を設立しましたと。で、会社のロゴとかもいろいろ自分で、作りました。で、ベトナムでその、若者がいっぱい、その仕事を探してるんですね。で、1回募集を、出したら、150名ぐらいは、応募してきて、で、そこで、その履歴書をチェックしたら80人ぐらいが、良さそうなので、それを筆記試験に、招待しますと。で、これは当時の筆記試験 の画像ですね。その筆記試験で、残念ながら、その多分私は会社を作った時は全然有名ではないし、資本も少ないので、多分あまり優秀な人を応募しないと思いましたので、筆記試験の結果を見たら非常に不満ですね。でも、それでも選ばないと会社にならないので、6名を
6人選びましたと、まあ、でこれ、まあ、やっぱり教育しながらやっていこうというあの思いで、あの6名と社長でやりますと。でどんな教育したかといったら、まあ、普通の日本ではあの当たり前な教育 の常識を、ベトナムの若者に教育しました。まあ、その例えば情報共有とか、あのその社内の、まあ、業務の知識、この先生をあの招待して会社で、まあ、その社員に教えて、もらいました。今日の話ですが、最初には同協会の、活動についてちょっと簡単で紹介して、いきます。その次の方は、ベトナムと、日本人の違うのところですね、いくつかの、内容を、話したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最初には、私の自己紹介ですが、元は阪の工科大学で環境工学卒業して、日本で筑島機械株式会社で1年間仕事をして、それで埼玉大学で修士課程と博士課程を勉強しました。それで2006年からリブの会社アジアニューパワーを作りました。仕事の経験の方は、筑島機械株式会社の以外の方は、アジア開発銀行研究所、あと日本水公団、NTT コミュニケーションとかは、体験したことがあります。それで、私は元は、ロータリーの奨学金をもらいましたので、2010年の時ですね、東京で、ロータリー UI クラブを、設立しました。今4年目、設立会員でやっております。それで、ベトナム経営者協会ですね、去年から、去年の9月の時、ベトナムの大使館からいろいろ応援してもらって、設立しました。今、会員の方は全部で35社ですね。皆さんは日本に経営しているのベトナム人か、また元ベトナム人の方ですね、集まりますので、今名誉会長はベトナムの大使でやっております。それで次のはいくつかの教会の活動についてですね、目的の方は日英中の架け橋の仕事で、ベトナム政府とか、日本の政府とかは、いろいろ、関係を、作って、投資とか貿易の仕事の方は手伝うことになってますので、この写真の中には竹部智友先生とかですね、あと、日本が民間外交出身の、町沢会長ですね、あと あそこの、ベトナム経済研究所の総長、久保田先生、あと、元、自民党の、科学大臣の、町田先生とか、よく1ヶ月は、1回とか、1週間1回ぐらい打ち合わせするような形ですね。